A マットは準決勝最後の試合です。フリースタイル 84kg 級、赤明治杯3位専修大学コーチ鈴木誠二選手、青明治杯1位警視庁第6機動隊松本慎也選手です。B マット第2ピリオドは試合が再開しています。1分10秒が過ぎたところで1対0と赤尾中選手がリードからスタートしています。 A マット第1ピリオドをスタートしました。第2ピリオドが終了しました。第2ピリオドはポイント1対0で赤尾形選手が獲得。したがいまして赤アルソック所属尾形翼選手決勝進出を決定いたしました。負傷しました栗田選手も健闘いたしました。 A マット赤鈴木選手1ポイント獲得しています。 A マットは第1ピリオドが1分経過しています。ポイント数は1対0赤リードです。続いて B マットはグレコロマンスタイル 55kg 級の対戦です。準決勝明治杯2位日本体育大学田之倉翔太選手、青明治杯3位国体1位自衛隊体育学校所属清水彩信選手の対戦です。55kg 級準決勝、赤田之倉選手、青清水選手の対戦が行われています。1分が経過しましたが両者まだポイントがありません。A マット第2ピリオドスタートです。B マットはグレコロマンスタイルで行われております 55kg 級の準決勝第1ピリオド、ここまで両者ポイントがありませんので規定によりましてこれからグラウンドの攻防も始まりますが規定によりまして赤の田之倉選手上からの攻撃になります。 A マットは赤が1ポイントを獲得しています。田之倉選手はサイドからの攻撃。 A マット赤1ポイント追加です。ポイント数2対0です。B マット第1ピリオドが終了しました。A ホールまで来ましたがポイント3対0で赤田之倉選手が第1ピリオドを獲得しました。
A マットは現在1分10秒、残り時間が50秒です。第2ピリオド、スコアは今、ポイント数2対3で松本選手がリード、青がリードしています。B マット、グレコローマンスタイル 55kg 級の準決勝、赤田中倉選手、青清水選手、第2ピリオドがスタートです。決勝第6機動隊松本慎也選手決勝進出です。これでフリースタイル 84kg 級の決勝戦は第1シードアルソフの松本敦史選手対第2シード決勝第6機動隊の松本慎也選手の対戦が決まりました。